イチロー、 WBC 後のダルビッシュの発言に失望していた。 WBC2009 で日本を優勝に導いたイチローが、同じく WBC2023 で日本代表のリーダー役を担ったダルビッシュに対する思いを語った。イチロー、 2009 ワット BC 終わってからのダルは残念だった。 WBC なんてアメリカ人ラテン系の選手にとっては大事じゃないって発言。当時のダルビッシュの投稿、 WBC の結果を知らない選手も多いし、アメリカ、ドミニカ、ベネズエラはベストメンバーが出てないから何とも思われてません。これが現実。イチロー、あれだけ苦しんで、あれだけ最後喜んで、なんでそんなこと言うんだよって驚いた。イチロー、だけど今回の WBC はキャンプ初日から参加してくれて、ダル変わったんだなと。イチロー、そのことを会った時に直接伝えたらすごく嬉しいそうにしていたから、覚悟を持ってることが分かった。当時アリゾナのキャンプ地でダルとハグしたことを振り返ったイチローは、感謝の気持ちと一言で表現した。イチローってやっぱ言葉の重みがすごいよね。こんなん泣いてまうやろ。もうイチローは人間国宝でええやん。日本のレジェンド、国宝のお二人、勝つということを姿勢で見せてくれたのはイチローだし、勝ちってどういうことかを伝えてくれたのはダルビッシュだよ。8回ダル、9回大谷、この系統で世代交代のような一つの時代の節目をすごく感じた。魂が震えるね。イチロー、ダルビッシュ、次の世代と受け継がれていくのありがたい。彼らが出ている大会で侍ジャパンの野球をまた見たい。イチローが WBC2009 で語ったこと、他国からすると WBC で本気になっても意味がないなんて声はあるでしょう。でも日本野球としては創設初年度で優勝しなければ意味がないんです。これが五輪なら僕は参加しませんでした。本当の世界一を決めるという定義がなかったので。 WBC はそういう意義を声明文として発してました。それに監督が王さんでしたので絶対に参加したかった。世界一、イチローに似合う響きだよな。世界の王へのリスペクト。イチローが本気で何かを成し遂げようとすると必ず現実になる。チームメイトにいたらめっちゃ心強いよな。相手からしたら絶望もんやな。韓国さんよ。管理人のつぶやき、イチローさんは当時のダルさんの発言を振り返って残念だったと表現しましたが、実際はブチ切れてたでしょうね。ダルさんは当時のツイッターの黒歴史投稿まで引っ張り出されてちょっとかわいそうでしたが、本人も出演した対談企画なので本人了承済みなんでしょうね。さすがの男気、ダルの兄貴。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。